とか。四代目、わかってる。すまない。大丈夫かい、ミナト。ここまではなんとかできたけど、俺のチャクラはもう。俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り俺は最後まで諦めない。待って。私はまたやれる。九尾を引きずり込んで死ぬわ。そうすればこの先九尾の復活時期を延ばすことができる。今残り少ないチャクラであなたたちを助けるにはそれしかない。今までいろいろ。君が俺を四代目火影にしてくれた。君の男にしてくれた。そしてこの子の親にしてくれた。それなのに、ミナト、そんな顔しないで。私は嬉しいの。あなたに愛されてる。それに今日はこの子の誕生日なんだから。何より私が生きてて家族三人で暮らしてる未来を想像したら幸せだってこと以外想像できないんだもん。ただ心残りがあるとすれば、大きくなったナルトを見てみたかったな。クシナ、君がキュービと一緒に心中する必要はないよ。君の残り少ないチャクラはそのナルトとの再会のために使うんだ。君の残りのチャクラをすべてナルトへ封印する。八卦封印に組み込んでね。そして九尾は俺が道連れにする。人中力でない俺ができる封印術は式封じ。でもあの術は実写が。それともう一つ、俺に封印する九尾は半分だけ。
これだけの力は物理的に封印しきれない。そして戦略的にもできない。君を道連れにしたキュービの封印は復活まで人中力が不在となって微重バランスが崩れてダメだ。四季封刃なら俺と一緒にキュービを半分だけ永久に封印できる。だからキュービのもう半分は世界の変革と災い、その時の救世主が予言の子ですか。そしてそれが俺かもしれないと。ナルトに封印する。八卦封印でね。君の言いたいこともわかる。でもジライア先生の言っていた世界の変革のこと、そしてそれに伴って起こる災いのこと、今日確信したことが二つある。君を襲った面の男、奴は必ず災いをもたらす。そしてそれを止めるのはこの子だ。人中力として未来を切り開いてくれる。なぜかそう確信したんだ。ミネト、でも この子を信じよう。なんたって俺たちの息子なんだから。私たちの息子だからこそ、そんな重荷をナルトには背負わせたくない。それになんで四季封刃なんか。あなたにはナルトのそばにいて成長を見守っていてほしかったのに、なんで。ビジューバランスのため、国のため、里のため、ナルトが犠牲になることないじゃない。私なんかのためにあなたが犠牲になることないじゃない。国を捨てること、里を捨てること、それは子供を捨てるのと同じだよ。国が崩壊した君ならそのことがよくわかるだろう。国を持たない人たちがどれほど過酷な人生を強いられるか。それに俺たち家族は忍びだ。俺が生きていたところで君には勝てない。母である君がほんの少しの間であってもナルトへ伝えられるものには俺なんかが太刀打ちできない。それは母親の役目だよ。これは君のためだけじゃない、ナルトのためにやるんだ。息子のためなら死んだっていい。それは父親でもできる役目だ。重いチャクラだと。
守れ、四代目火影。よし、あとは八卦封印だ。九尾をナルトへ封印する。儀式用の台座、わしをまた封印する気か。しかもあんなガキに。クシラ、これは父親でもできる役目だって言ったのに。じゃあ母親ならなおさらでしょ。わかったわ。夫婦喧嘩で私が負けたのは初めてね。それだけあなたが本気だってこと。ありがとう、クシナ。封印にクシナと俺のチャクラを。よし、これでいい。クシナ、八卦封印をやるよ。当分は会えない。今ナルトに言いたいことを言っておこう。ナルト、好き嫌いしないで、いっぱい食べて大きくなりなさい。お風呂には毎日入って温まること、それと夜更かししないでいっぱい寝ること、それからお友達を作りなさい。いっぱいじゃなくていいから。本当に信頼できるお友達を、数人でいいの。それとお母さんは苦手だったけど、勉強や忍術をしっかりやりなさい。ただし得意不得意が誰しもあるものだから、あまりうまくいかなくても落ち込まないでいいからね。アカデミーでは先生や先輩のことを敬いなさい。ああ、それと大切なこと、忍びの参勤について、特にお金の貸し借りには気をつけること、任務金はちゃんと貯金すること、それとお酒は二十歳になってから。飲みすぎては体に触るから、ほどほどにすること。それと参勤で問題なのが女。母さんは女だからよくはわからないけど、とにかくこの世は男と女しかいないから、女の人に興味を持つことになっちゃうけど、変な女に引っかからないようにね。
さんのような女を見つけなさい。それと参勤といえばもう一つ、ジライア先生には気をつけなさいってばね。ナルト、これから辛いこと、苦しいこと、たくさんある。自分をちゃんと持って、そして夢を持って、そして夢を叶えようとする自信を持って、もっと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 本当にいろんなことを一緒に教えてあげたい。もっと一緒にいたい。愛してるよ。いいんだ。ナルト、父さんの言葉は口うるさい母さんと同じかな。八卦封印。ごめんね、あなたを九尾の器にしてしまった。私たちの重荷を背負わせてしまった。あなたと一緒に生きてあげられなかった。愛情を注いであげられなかった。謝らねえでくれよ。俺は人中力だから、昔は辛い時もあったけど、父ちゃんも母ちゃんも別に恨んだことなんてねえよ。そりゃ親の愛情ってのは正直よく分かんなかった。父ちゃんも母ちゃんもずっといなかったからよ。なんとなくしか。でも今は分かる。自分の命を俺のためにくれた父ちゃんと母ちゃん、俺の器にも九尾より先に愛情が入ってるって分かったから、だから俺も幸せだ。父ちゃんと母ちゃんの子でよかった。みなと、聞いてる？私たちの思いちゃんとこの子に届いてたよ。ナルト、私を母にしてくれてありがとう。みなとを父にしてくれてありがとう。私たちの元に生まれてきてくれて本当に。これからはラーメンばっかじゃなくて野菜もちゃんと食うってばよ。風呂は好きだから安心してくれ。温泉にもよく行ってる。それにいつもいっぱい寝てるしよ。つうか寝すぎぐらいだってばよ。友達に関しちゃいいやつらがいっぱいできたんだ。母ちゃんにも会わせてやりたかったな。ただ一人だけうまくいかねえやつがいいんだけどよ。勉強のことはまあ母ちゃんの予想通りだ。もちろん落ち込んではねえってばよ。アカデミー時代は先生や先輩といろいろあったけど、今ではみんな尊敬してる。忍びの三級はジライア先生に教えてもらった。確かに母ちゃんの言う通りの人だったけど、俺の忍びとしての生き方も教えてくれた。偉大な忍びだってばよ。
俺は木の葉の忍者渦巻きナルトだ。夢は火影の名を受け継ぐこと、そんで先代のどの火影をも超えてやること、そんで父ちゃんよりかっけえ男になる、そんで母ちゃんより強え忍びになる。うわっ！何があった？うまくいったの？とにかくいろいろあって。いよ。そうか、そういうことか。了解。お前の顔今了解。一体何があったの？それは次の機会に説明するってよ。All right。 え？父ちゃん、母ちゃん、俺を産んでくれて。ありがとう。戦争？ああ、お前にはまだ説明していなかったな。もうじき、そうだな、あと数日以内に第四次忍海大戦、美獣王か。だが安心しろ、キュービを殺したりはしない。とはいえお前は目を移植したばかりだ。今しばらくここで静養しておけ。ようやくここまで来た。もはや俺の計画は成就寸前。もうすぐだ。第五章、暗躍する者。なるほどね。なかなか大変だったみたいだけど、よかったね。キュービチャクラをものにできたことも確かに嬉しいことだろうけど、それより母親に会えたことが、ナルトに。よ、キュービチャクラはどんなもんだい？使い物。キュービのチャクラは俺ん中の別の場所に取ってある。いつも使ってるってわけじゃねえ。必要な時にキュービのチャクラを呼び出して俺の力にする。ん？こんな感じでな。これがキュービのおかげで急激パワーアップ。イエー。何？それで隠れてるつもりかよ。何か別のチャクラを感じるのか？感じるんだな。別の存在、それに気づかぬ俺は存在。チャクラじゃない、なんかこう、それだ、その憎しみや悪の感情を感じ取るようですね。お前は暁のサメ野郎。なぜだ、あの時お前は確実に俺があなたと戦っている最中、隙を見て本物の私はサメ肌として常に。何？霧隠れの術。ハチビ、あなたのそばにいたおかげ感謝しますよ。あいつ
情報を持って逃げるつもりか。逃がさない。いよ、真実の滝だと。ナルトはそんな危険な場所に向かったってのか。ええ、青春の中でもがく若者を放ってはおけない。ナルトのもて、この人ちょっとあれなんで。すみません。いえ、行くぞ青葉。あ、やっぱり俺も行くんですね。